ソスノビボールの主将ソスノビボールは、ロシアのレニングラード州西部にある都市。町の名は、松の林という意味。州都サンクトペテルブルクから西へ 81km のフィンランド湾南岸のコポリエ湾に沿う海辺の町である。サンクトペテルブルクのバルチースキー駅からは、エレクトリー地下で行ける。人口は2010年時点で67,281人。 2002年国勢調査で66,132人、1989年ソ連国勢調査で55,800人。空から見たレニングラード原子力発電所及び第二発電所建設予定地、ソスノブイボールのカリシチ駅子供の遊園地、アンデルセングラード1958年に都市型集落として開かれ、原子力や工学の研究所が開業した。 原子力発電所の建設を睨んで、建設企業も改良し、1967年に、レニングラード原子力発電所の建設が開始された、ことで、その従業員の町として飛躍的に大きくなった。1973年4月19日に、市の地位を得、その年の暮れに1号路の発電が開始され、翌年から、商用発電が始まった。 ソ連時代の原子力発電所の労働者、住宅地という共通点のある、スモレンスク原子力発電所のあるデスノゴルスクや、チェルノブイリ原子力発電所のあった、プリッペアチなどと似通った街並みを有している。スポーツ活動も盛んに行われている。ソスノブイボールには、原子力発電所のほか、原子力関係や軍などの大きな研究所、建設企業、 漁業関連工場が立地している。また、サンクトペテルブルクの各大学の分校も立地している。町の主な雇用種である、レニングラード原子力発電所は、国園原則沸騰軽水圧力管型原子炉4基からなる発電所で、1970年から1975年にかけて順次原子炉の建設が始まり、 1974年から1981年にかけて商業運転を開始した。しかし大きな事故もたびたび起こしており、2020年頃には最初の2機の運転を停止する予定で、その代わりとなるロシア型加圧水型原子炉2機からなる、レニングラード第2原子力発電所の建設が2008年より始まっている。ありがとうございます。